よし星野君、今日の指令はこれだよ。タイヤの重要性を勉強せよですか。なんだ嫌なの星野君。だって僕勉強嫌いなんですよ。どうしたんじゃ二人とも。博士、実は今回の指令でタイヤの重要性を勉強するっていうので。星野君、そんなに悩むことはないのじゃ。タイヤの役割を知ればいいのだよ。ですよね博士、簡単ですよね。ではセニョール君に質問じゃ。タイヤの役割とは何かな。ごめんなさい、わかりません。なんだセニョールさんもわからないじゃないですか。そんなことだと思っていたのじゃ。タイヤの役割は大きく分けて4つあるのじゃ。4つもあるんですか。そうじゃ。1つ目は車の荷重を支える役割じゃ。重たい車を支えるだけの強度が必要なのじゃ。車ってタイヤで支えられているんですね。そうじゃ。2つ目は走ったり止まったりするための力を路面に伝えるのじゃ。走ったり止まったりですか。そうじゃ。この力を伝えることができなければ車は走り出すことも止まることもできないんじゃよ。確かに止まれないって事故につながる。それって結構重要かも。3つ目は曲がったりする時の方向を決める役割じゃ。そうですよね。車ってまっすぐ走るだけじゃダメですよね。まっすぐだけじゃぶつかっちゃいますよね。4つ目は路面の凸凹などからの衝撃を和らげる役割じゃ。これがないとご飯を食べた後に衝撃が強くて車に乗っていられないのじゃ。ご飯ですね。お腹空いたな。セニョール君、重要なのはそこではないぞ。路面の凸凹から衝撃を和らげるところじゃ。博士、この4つの役割が重要なのですよね。よくわかりました。じゃがな星野君、役割を分かっていてもそれだけではダメなんじゃぞ。一番重要なのは安心安全なドライブをすることなのじゃ。それにはメンテナンスが必要なのじゃ。メンテナンス？何をすればよいのでしょうか。それはじゃな、タイヤの定期点検をするのじゃ。定期点検？まずは溝が残っているかどうかの点検じゃ。この三角マークのところを見てみるんじゃ。わかるかな？博士、何か出ていますね。このラインのことですか？そうじゃ。このラインはスリップサインといってタイヤの危険信号なんじゃぞ。これが出ていたらすぐに交換が必要じゃ。梅雨の時期には特に注意しないとじゃよ。スリップサインというからにはスリップ事故の原因になるのですね。そうじゃ、大変危険じゃぞ。次に1ヶ月に1回空気圧のチェックじゃ。適正な空気圧でないとこれまた大変危険なのじゃ。1ヶ月に1回見ないといけないんですね。半年に1回でいいかと思ってました。1ヶ月に1回じゃ。例えば空気が少ないとドライブ中にハンドルを取られたり燃費も悪くなるんじゃ。逆に多すぎてもいかんぞ。空気圧も重要なんですね。毎月チェックします。最後にタイヤの傷とひび割れの点検じゃ。これは見落としがちじゃぞ。タイヤのひび割れですか。タイヤにひびが入るんですか。どうして。タイヤはゴムでできているんじゃよ。ゴムは年月が経つとひび割れを起こすのじゃ。タイヤの溝が残っていてもひび割れがあると非常に危険なのですぐに交換じゃ。そうなんですね。でも博士、自分でタイヤをチェックするのが面倒だし、よくわからない場合はどうすればいいんですか。
そういう時はスバルのお店に行ってみるのじゃ。プロのメカニックがタイヤのチェックを無料でしてくれるのじゃ。アドバイスまで無料じゃぞ。へえ、ただですか。素人の僕には嬉しい響きですよ。ただってそれは利用しない手はないですね。そうじゃ、不安に思っているのならすぐに相談じゃ。任せて安心、スバルのお店にレッツゴーじゃ。